尻尾からだとここ出てきます。おむつしたけどまたさ乾かしてる途中からまた出てきます。はい、こちらもじゃあいるかな。あ、うんこでかい。本当だね、出てきた。これね、ちょっと腰に当てがついて、それで毛布で持ってます。あ、もう持ってきて。止まりますか。止まらないかもしれない。でもあの下痢もあるけどさ、あそこの腰の前に生えてた脂肪から出てきてるみたいな気がしますね。しぼんでってるもんね。しぼんでる。だからもしかしぼんで出ちゃったら、出ちゃったらちょっと止まるかもしれないけど、でも便もやらないというか、まあ水炎。すいません、なんかちょっと辛いところにしてる。先生もだから最後にうちで見ようと思って、うん、いいですよ。で、まあ、なるべく暖かくしてね。ただしあのなんだっけ、浴衣の上に置くと低温やけどしちゃうからね、うん、やっぱりそうだからさ、なんか毛布とかやって向きを変えて自分で変えれてるうちはいいけど、また変えれんくなってきて、うん、同じ向きだとちょっとじゃないから、時々向きを変えてあげた方が分かりました。いいかな。でも一応、まあ、あのこの場でできる範囲のことは、はい、ありがとうございます。水はあげた方がいいんですか。いや、もしやれるんだったら、注射器で。あ、注射器出しましょう。あ、もらって帰りますよ。シリンジだっけ。じゃあ、ちっちゃい注射器を2本だけ出してみますね。はい、あ、ありがとうございます。3cc のシリンジ2本だけ用意して、永田さん。はい、入るよ。入るよ。ちょっと放心状態まあでもね、こうやってこの子のすごいところはさ、すると反応するからね。だってもう何も寝たまんまなのが、やっぱりだん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 こう頭持ち上げようとしたり起きようとしたりするわけなんで、まあでも心臓がすごいですよ。強いですか、うん、心臓が強いとは言っても、なかなか全身には送り切れてないんだと思うんだけど、送り切れてないもんだから余計内臓の機能が落ちてきちゃうというかね。であと、そうそう、できれば目薬をちょこちょこ入れたけ、鼻も入れた方がいいか。うん、鼻も入れてもいいですよ。でもどっちかというと目ですね。目ですか、うん、乾燥しちゃう。乾燥しちゃわないように、もう目が飛び出てきて、はい、ちょっと痛々しいですけど、すいません。できる範囲のことやってあげてください。もし困ったことあったら電話で相談します。